また新たにですね、小さな心配事が、ありました。シオン君かアンズちゃんか分かりませんが、うんちがちょっと緩い状態になってます。やっぱりこのところですね、マイナスを記録する、寒さというのがあったので、ですね、カーテンを終日、閉めっぱなしに、このカーテンで断熱をしているという部分があったので、朝になるとここを開けてですね、光を取っていたんですが、それよりもそのガラス戸が冷たい、部分を遮断してしまおうということになりました。ちょっと今トイレを掃除したのでですね、よいしょ、ごめんな。結露がちょっとね、心配だけどね。そうだね。1、2週間まだ寒いみたいなので、これからね雪も降るということなので、その間は、そしてこのしおんくんハンモック、これね、暖取れないでしょ君。みんな2人で取り合いになってるけど。こっちのベッドだとあったかいんだよ。わかる？ハンモック取っちゃうか？まあ、まずはカーテンを閉めて。はい、ひとまずですね、下痢というか、ゆるいうんちをしていたどちらかのために、右側のカーテンを閉めました。で、左側もガラス戸は冷たいと思うんですが、このベッドの下には、電気安価が入っています。で、ちゃこちゃんは電気安価の上でずっと出ていますので、こちらは明かり取りのため少し様子を見ようかな。いろいろといろいろなことが起きています。はい、ちゃんくんちょっと元気になってきたかな。ちゃんくんはそろそろみんな出てくるなと思ってここに避難した。その通り出てきますけど、さあ皆さんそろそろお時間ですよ。はい、どうぞ。はい、アンズちゃん、実はアンズちゃんはさっき刑事さんがいで不意をつかれてパパになでなでをされました。ちょっとっていう顔になっていましたが、まあしょうがないかと、しばらくの間なでられてましたね。これからは不意をつくおっさんと2階でなでなでしてくれるママさんの二重攻撃が始まりますよ。はい、わかりました。はいはい、はい、どうぞ。しこちゃん、ちょっとブラシしようか。毛並みが乱れてきてるね。はい、はい、ここにいてください。
ちゃんはどこにいるんだ。こっちはテーブルの下で足を踏まってたから、そうか。シャー君、シャー言われましたか。ちゃんいっぱい取れるね。チョコちゃん、いいね、チョコちゃん。もう一回ぐるぐるってね。よいしょ。遊びますか。こちら軽めにね。ちゃんかい。それやるとね、竿が折れるんですよ。しやんかい。
はい、ごめんね。ほんちゃん、あんまり怒らないで。はいはいはい。じゃあこっちで遊ばせましょう。チャコちゃんもおいで。ちゃんなでなでさしてくれたら外に出られるよ。はい、あれ、しおんくんは外か。うん、まあ、今は外か。はい、トイレ。ありがとう。
に入ってください。あ、お母さんですね。ちょっと寝とく、ここに寝とこうかね。はい、どうぞ。置いとくね。はい、どうぞ。どうかな。